皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは、エミです。ロサンゼルスからお届けしております。昨日はね、ちょっと私、風邪をひいてしまいました、みたいなことを言ったら皆様からね、ちょっとご心配というか、お大事にしてくださいというメッセージもたくさんいただきまして、ありがとうございます。だいぶ治ってきましたね。だからもう鼻声じゃないと思うんだけどね。治りが結構早かったんですけども、それよりもですね、実は私、覚えてるかな、1ヶ月ぐらい前に私なんかこう、トゲがなんか何かを踏んでしまって、そしてちょっとなんか足痛くてね、それが取れなくて、ちょっと歩けないということがあったんですけどもね、でもね、まあ自分で何とかして、まあ何とか歩いていたんですけれどもね、どうしてもね、そこがまだ気になるんですよね。なので、ちゃんとお散歩とかもできてないんです、実は朝。でもう病院に行くことにしました。やっと重い腰を上げて、それがね明日なんですよ。怖い、何されるか怖いという感じですけれども、はい、皆さんちょっと祈っててください。そしてチャムさん、風邪で体調が優れない中での配信ありがとうございます。ゆっくり休んでください。みかん27日の岡山城東高校の定期演奏会へ行ってきました。行ってきたんですね。藤井風メドレー、特にガーデン花の演出が素晴らしかったです。吹奏楽部のエル君バンチェロも最高でした。後日 YouTube で見れると思います。お楽しみに、ということでね。そうですよね、いつもね YouTube にアップしてくださいます。もうね楽しみです。ご報告ありがとうございました。そしてしのびさん、えみさん、こんばんは。この方知っていますか？通称カチンさん、隅野隼人さん。クラシックからポップスまで幅広く演奏するピアニストの方ですが、風さんとも共通点が結構多いです。年齢も28歳と近いし、独自のアレンジ力と表現力が天才的なんです。そしてその演奏からはアルファ波が出ていて、聞くだけで癒されますし、聞き疲れないのです。たくさんのカバー動画がアップしており、そのチャームっ気のある人柄も魅力です。百聞は一見にしかず、一部ですが、シェアしますね。沼落ち必至ですよ、ということでね、こちらを送っていただいたんですけども、私聞いてみました。もう素晴らしかった。そしてね、カティンさんなんか聞いたことあると思ってね。だから思い出しましたよ。8ヶ月ほど前にですね、風くんがその頃ねロサンゼルスにいたのかな、その時期だと思うんですけども、4月ぐらいにね、私風くんがいそうな場所とかかな、なんか景色映してたのかな、なんか夕日映したらね、このカティンさんも同じような夕日をちょうど同じ日に映してますっていうのでね、紹介してもいただいたのがこちらの動画だったんですね。そしてロサンゼルスのね夕日をバックにこうライブで弾いていたんですよ、カティンさんが。いや本当に素晴らしいですよね。もう思い出しました。もうご紹介いただいてね、ありがとうございます。そして加藤瑞恵さん、えみさん、いつも温かい配信をありがとうございます。えみさんや息子さんたちの素晴らしい歌声や LA での生活を拝見させていただき、昔憧れてよく見ていたアメリカのホールのドラマ、奥様は魔女とか映画雑誌のスクリーンなどを思い出して懐かしくウキウキしまして。そうなのよ、最近なんだけどね、うちの夫が奥様魔女を見ていたんですよ。そして私が、あ、これ私も日本で小さい時に見ていたとかって言ったらびっくりしててね。それでもういろいろと私も見ましたけれども、なんかすごく懐かしかったですね。えみさんのひまわりハウス、たくさんの風民さんもいて明るく心地よい場所です。風さんのエクボショットが好きなのですが、送り方が分かりませんでした。皆さんのお写真すごく楽しみにしています。風邪気味だとのことですが、ご無理なさいませんように、ということで、ありがとうございます。送り方なんですけれども、私のねインスタのメッセージまたは E メールに送ってください。写真を添付して送るという形になります。もし分かればね、ぜひぜひ送っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。そしてですね、またたくさんの方からね送っていただきましたので、ご紹介していきたいと思うんですけども、まずはエモンさん、エミさん、こんにちは。私も風さんベストショット企画参加させてもらおうと思います。私が選んだベストオブ風さん2023はこれです。2023年1月5日、マリンメッセ福岡にて、私が撮影したナンナンを熱唱する風さんです。キラキラしていてかっこよかった。
この前のねそびり配信でみかん丸飲みしていた人と同じ人と思っちゃうほど別人ですなんて魅力的な人なんでしょうということでね、こちらを送っていただきました。そっか、実際に見たんですね、羨ましいわ、ありがとうございます。そしてののさん、えいみさん、こんにちは。写真を送らせていただきました。私はとりあえず2枚、風くん確か19歳かな、ニューヨークに行った時の1枚、天使のようなオーラを放つ彼にキュンとなりました。あと花の MV の1枚、髪をもひれ伏す美しさだなと思って、これ本当に素敵な2枚を私から。皆さんの投稿が楽しみです。風だとのこと、こっちの風にはくれぐれも気をつけてお大事にね。 Oh my god Thank you のんのんでした。ということでね、こちら送ってくださいまして、これはニューヨークだね。そしてこちら花めっちゃ綺麗、本当髪をもうひれ伏しますねありがとうございます。そしてクリスチーナさん、エミさん、こんにちは。体調が良くないのではってお声を聞いてすぐ分かりました。そうなのよ。いや、ちょっと皆さんを心配させるといけないから配信やめようかなと思ったんだけどね、鼻声でしたよねはい、お体が優れない中配信をしてくださるエミさんのリスナーさんに対する愛に胸が熱くなりました。私も毎年12月になると決まって体調が悪くなるのですが、今年は風くんの寝そべり配信や月花の出演にドキュメンテ、エミさんの温かくてピュアなお話に癒されて、おかげさまでとても元気です。素晴らしい。2023風くんのベストショットですが、フォトジェニックな風くんですから、どれもみんな素敵で選べなくて困りました。1枚目は確か風くんが LA にいるのか日本に戻っているのかとざわざわしていた頃だと思います。公共交通機関の中でのワンショットです。オーラを消しているのか消せてないのか、こんな風くんが目の前にいたら息ができなくなるなと、まっすぐな眼差しが何か痛そうで、つい、うん、何、どうしたのって言ってしまいました2枚目は花の MV の異例の風くんです。ハリウッドスターのようでダンディーで色気が漂っていて、1枚目の風くんと同じ人とは思えない変身ぶりで、いわゆるギャップ萌えですね。この2枚を私のベストショットにしました。よろしくお願いいたします。エミさん、美味しいものを食べてゆっくり休んでくださいね。元気になったらワクワクしたお声の楽しい配信をしてくださいね。お待ちしてます。ということでね、こちらの写真を送ってくださいました。これはオーラ消してますね。そしてもうオーラバリバリじゃないですか。このギャップ萌え分かりますありがとうございます。そしてキラキラウサギさん、エミさん、2023年もあとわずか。今年も愛のある配信をありがとうございました。 LA の景色や日常を見て身近に感じることができています。風さんがこれからどこを拠点にされるか分かりませんが、風さんの伝えたいこと、歌いたい歌を来年も聞かせていただきたいですね。エミさん、皆様、来年もよろしくお願いいたします。私の風さんベストショットはピンクに風なびく色っぽくおぼろげなこちらです。ピンクめっちゃ似合うってなんなん、ということで送ってくださったのがこちら。ほんとピンクめっちゃ似合うよねっていうか、風くん何でも似合っちゃうんだよね。もうそのなんか状況とか服とかもそうだけども、それになりきるのがすごいですね。まあ、そういう意味では本当に真っ白な人なのかもしれませんね。何色にでも染まれるっていうね。ありがとうございます。そしてね、こちらはオディールさんからこんなメッセージをいただきました。素敵なクリスマスの動画をありがとうございます。人種差別や銃乱射事件といろいろな問題はありますが、アメリカの同年少の精神は本当に素晴らしいところだと思います。日本でももっともっとこういう取り組みが増えたらいいなと思いましてね。同年少といえばね、ちょうど今日ですね、娘と一緒にねこっちに行ってきたんですよ。これはグッドウィルといって、まあ全米だと思うんですけどもね、いろんなところにたくさんある店舗なんですけども、ストア&ドネーションセンターということで、古着とか雑貨とかね、いらなくなったものをここにみんなドネーションして、それが売っているという場所になりますね。そしてね、こちらはドネーションとは違うんですけど、これはリサイクルなんですけど、瓶とか缶とかね、そういうものを持っていくと現金にね変えてくれるというところで、私もこれで5ドルぐらいいただきましたね。そして私からも一つ
英語で笑おうというチャンネルでアメリカの航空会社のクリスマス動画を上げていて、クリスマスにも働いている従業員の人たちに家族を招待してサプライズする動画を見て涙が止まりませんでした。ご存知ではなかったらぜひ見てみてくださいということでね、早速見させていただきましたけど、本当に感動的でしたね。そしてこの中でも言ってたんですけども、アメリカではやっぱりね、クリスマスとかっていうのは家族で過ごすという時間なんですよね。で、まあ、日本ではどちらかというと若いカップルとかがね主なんだけども、だからそういう意味でも本当にこのサプライズはねとても感動的でしたね。教えてくださってありがとうございます。そして先ほどテレビでクリスマスソング特集をしていて、クリス・ハートさんがドリカムの雪のクリスマスを歌っていて、最後のフレーズでこの夜をあなたにも見せたい、降りしきる雪の中で I love you、 あなたに出会えたことが今年の最大の宝物、最大の宝物、これを聞いて再び涙が止まりませんでした。私は風くんのライブを見たのが今年初めてで、そこから信じられないほど人生が変わりました。そしてエミさんにも出会いました。マザーテレサのようになりたかったとおっしゃっていたエミさん、こんなにも優しさと愛にあふれたお二人に出会えたことが本当に私にとって今年最大の宝物だったと思いました。ありがとうございます。感謝しかありません。風くんの最終回登場の話をしようと思ったのですが、今日はどうしてもこのことを伝えたかったので、長々とすいません。メリークリスマスということでね、これねジャンクメールに入っていって今日見つけたんですよ。もうちょっと遅れて見つけてしまいました。そしてこちらもねジャンクメールに入っていて今日見つけたんですけども、 YouTube にコメントしようと思ったのですが写真が添付できなかったのでこちらから失礼します。セカンドコメのと書いてカラフクと申します。初コメの時に自己紹介もせずに失礼いたしました。最近引っ越しましてご近所散策で偶然出会えた教会の写真をシェアさせてください。華やかさはないですが和洋折衷な厳かな感じが素敵だなと思わずパチリしちゃいました。皆様にハッピーメリークリスマスということでね、こちらの写真を送ってくださったんですけども、これが教会なのって最初びっくりしましたけれどもね、本当に和洋折衷でね素敵な教会ですね。シェアしてくださってありがとうございます。そしてですね、これはね本当にすごい前にいただいていたのんのんさんからのコメントなんですけども、ご紹介させていただきますね。おはこんばんちは、えみさん。12月も半ば、クリスマスも終われば年末に向けてカウントダウンが始まる。また一つ年を重ねる。で、開き直ってそれを楽しむ。風さんからのサプライズないかな、寝そべり配信とかね。で、ここは紹介しましたよね。そうそう、このコメントは紹介したんですよ。そしてその次なんですけどね。そしてね、風くんといえば宇宙。話変わって、えみさん。天体観測や星を見るのが好きとおっしゃってましたよね。今日はこんな動画を見つけて壮大なロマン。ご存知かもしれない。見ていたらごめんなさい。これがすごい必見です。感動を超えて価値観さえもひっくり返せるかも。いや、もしかして私が無知で知らなかっただけなのかも。そんな世界と宇宙へ。YouTube 宇宙レイチャンネル。おすすめは想像を超えた宇宙の広さ。地球のちっぽけさを体感してくださいです。これを見て興奮して改めて宇宙に存在する地球と地球で命を育むものに感謝、自分にも感謝したくなりました。ちっぽけなことや悩みが吹っ飛びます。たまにはそういうのもいいですよ。 Thank you ということでね、こちらですよ。私もねこのチャンネルね、どのぐらい前だったかな、3ヶ月ぐらい前かな、見つけてもういろんな動画を見ましたけどね、本
当に宇宙の壮大さとか自分たちのちっぽけさとか、もういろんなね感動がねすごいありましたね。とってもね感慨深い思いになります。皆さんもぜひぜひ見てみてください。そして私、そうなんです、宇宙好きです。もう宇宙飛行士に昔はなりたいと言ってたぐらいでね、もう星とかも大好きなんですけども、昨日はちょうど満月ですね。そして満月もね撮っておりましたので、今日はその満月、今年最後の満月ですね、で終わりにしたいと思います。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a great everybody。 エミでした。ではまた。